江差シ県は1869年に仙台藩領、森岡藩領の一部であった陸中国東部を管轄するために明治政府によって設置された県。後に県域を広げ現在の岩手県東部、北西部、秋田県北東部を管轄した。本校では前身の森岡県、花巻県についても記す。母親戦争で 奥上津列藩同盟を結成して、名手となった仙台藩は、今日順、会場の後、明治政府より敗戦の責任を問われ、表高62万国から実高28万国に、厳報される。また、仙台藩の先兵として、新政府軍に抗った森岡藩も、表高20万国から、明治政府が、仙台藩から募集した白石城23万国で、 現転放されるなどの制裁処分を受けた。その際、仙台半領森岡半領の一部が、明治政府直轄の品の松与藩松本藩取島地となり、それぞれ森岡県、花巻県と称した。領地には8ヶ月後に正式に、餌試験が設置された。1871年11月2日に第一次、府県統合により、 森岡県、一の関県に分割編入され廃止された。一の関県は、水沢県、岩井県への解消を経て、宮城県、岩手県に分割され、旧江差市県域は、岩手県に編入されて、現在に至る。江差市県庁舎跡。ありがとうございます。